あんたには解けるのよね、その封印。もちろん。これは封印じゃなくて氷みたいなものよ。バトラの手から奪えば日向に置いとくだけで、時間をかければ勝手に溶ける程度の脆いもの。手っ取り早く打ち砕けないの？あんたは冷凍サンマをハンマーで叩いて解凍するの？ごめんね、家庭科は1なの。子猫たち、この封印の解答を。あとはあの子たちに任せておけばいいわ。本当に私に中を読ませてくれるんでしょうね。あなたが望むならそれは叶うわ。そして私だってあなたのその鍵がなければ読むことが叶わない。しばらく休みなさい。私もあんたの相手だけをしていられるほど暇じゃないの。別に疲れてなんかいないけどね。エリカ、エンジェにお茶でもご馳走しなさい。はい、我が主。ベルンカステル、もしあんたが私をうまいこと利用して本と鍵を奪おうと考えているなら、ただじゃ済まさないわよ。貴様、我が主に向かってなんて口を。ごめんなさいね、魔女と随分長くやり合ってたせいで普通の言葉は信用しないことにしてるの。いいわ、赤き真実で約束してあげる。一なる真実の書を封印が解けて一番最初に読むのはあなた、エンジェよ。これでいい？まだ不満なの？何も。
封印が解けたらすぐに読んでちょうだい。もちろんよ。私だって早く読みたいもの。すぐに呼ぶわ。行きますよ、同志エンジェ。気持ち悪いから、エンジェでお願い。じゃあ、私のことは、エリカ様でお願いします。行きましょう、同志エリカ。ここは何なの？図書館って呼ぶにはあまりに広大すぎるわ。どうせ覚えられませんから、図書館とでも呼ばれたらどうです？覚えるかどうかは私が決めるわ。言いなさいよ。尊厳なる感激と戯曲と傍観の魔女により厳選されし名誉ある図書の都です。やっぱ図書館でいいわ。言うと思いました。ただの本じゃないんでしょ、これらは。ええ、これら一冊一冊が重厚な群衆劇をまとめたもの。ここでは本に見えますが、本を開けばそこには本当に世界があるのです。私たちの長い物語もこの中の一冊でしかないのね。遥か上層の霞んで見えないくらいの上層の大魔女はもはや神や造物主と同じ存在です。そんな連中から見れば、私たちの物語なんて果たして一冊にまとめる価値があるかどうか。でも私たちは主人公だわ。私もあんたも。そうです。神々の物語に記されることがなくとも、私たちが記す自らの物語の主人公は常に自分なんです。それを自覚できるかできないかが魔女と人間を分ける最初の分かれ道。我が主よりお茶を振る舞いとの命令ですので、飲む気がなくても漏斗を突っ込んで流し込みますから、そのつもりで。それやったらお抹茶を振る舞うわよ。抹茶？なんでもないわ、こっちの話。こう言っちゃなんですけど。何？真実を得るために命を投げ出す契約なんてよくもしたもんですね。生きて何かするあてもないなら、私にとって残りの人生を投げ出すことなんて対価としては安いものだわ。我が主も物好きな方です。こんな無気力女の無価値な命と引き換えに契約なさるなんて。
まあ、我が主は奇跡を司る魔女ですから。だから、あんたみたいな無価値な女の前にも姿を現すのでしょう。そうね、ベルンカステルが現れなくても、私はあの日、あの国へ一歩を踏み出していたのだから。安い女。じゃあ、あんたにはそれだけの価値が？私ですか？私は真実を暴くのが好きです。知ってるわ。隠し事を暴き、相手がどうしてバレたんだと青ざめるのを見るのが大好きなんです。その瞬間、私は真実に至ったのだと確信し、恍惚を覚えます。趣味悪いやつ。じゃああなたにとって真実は何だと言うんです？意味なんてないのかもね。意味もなく大好きなお兄ちゃんが隠す真実を暴く？あんたこそ意味がわかりません。だからね、私にとっての真実は目的に変わったの。生きるための理由とでも言えばいいのかしら。じゃあ真実にたどり着いたらもう生きる意味も目的もなくなっちゃいますね。そうよ。だから死ぬの。もういいじゃない。12年も余計に生きたのよ。そんな私に最後の瞬間くらい願いを叶えてくれる魔女が現れてもいいとは思わない？はぁ、ぶっちゃけると生きるのにもう疲れたの一言でようやくできちゃいますね。そうよ。だから私の存在も生きる目的も何もかもが無意味。一なる真実の書にたどり着くという目的は、そんな私に人生最後のちょっとしたきらめきを与えてくれたわ。その一点でだけベルンカステルには感謝してるわ。なるほど。バトラはあんたに生きてほしいからあんたに死ぬためのゴールを隠してるわけですね。バトラさんに初めて登場します。妹は選べないですからね。一なる真実の書、内心は私も興味津々でしたが、そんな
あんたの人生のピリオド扱いじゃ、大した真実は記されてなさそうですね。そうね。最初は、経典同地の何かが記されているかもと期待したわ。でも、今は何というか、冷めてる。無価値なあんたが求める真実なんて、どうせ無価値です。それが、あんたという無価値な人生のピリオドにふさわしいでしょう。ええ、きっと、そうなのよ。今は達成感なんて全くない。よくわからない気だるい疲労感があるだけよ。真実の魔女は真実に耐える力があるからこそ真実の魔女なのです。同志エンジェ、あんたにはどうやらその力がないようですね。あったなら死のうなどと思わないのですから。そうね。私は誰かが帰ってくるかもしれないという幻想に12年もすがった。私がベアトリーチェの猫箱に都合よく真実を隠して12年も真実を拒否していただけに過ぎない。一なる真実の書を読んだらあんたはどうなるんでしょうね。さあ、契約に従いベルンカステルがちょんと私の首でも鎌で買ってくれるんじゃない。あるいはまた引き肉かしら。今度こそ塩と胡椒を練り込まれるわね。なるほど。だからひき肉なわけですね。何か言った？いいえ、何も。それより、おかわりはいかがです？ノーサンキュあの底を流れてる光の行列は何？ああ、大アウローラ教のパーティーの客人たちの行列でしょ。客人？元老院の大魔女たちや退屈から逃れる永遠の旅の途中の航海者たちや数百年の眠りより目覚めた偉大なる大魔女たちから未来世界を牛耳る魔女や魔女狩りの貴族たちまで、今夜は大きなパーティーが催されるようですよ。お誕生パーティーでもするの？無限の魔女、大ベアトリーチェ教は、辺境の魔女なれど、その優れた魔法体系により、無限の物語を生み出す無限機関、ベアトリーチェの猫箱を生み出した天才魔女だそうです。私からすれば、爪の甘い間抜け魔女なのですが、どうやら、大魔女の世界ではちょいと知られた有名人のようで。ベアトリーチェの誕生会でもやるわけ？我が主はベアトリーチェの腹渡でもつ鍋パーティーと言っています。だってそうじゃないですか。一なる真実が存在しないから。